エグすぎるよ、本当にエグすぎる。で、脱出速度がかなり速いと。1.5 旗もこの通り、サク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 と。どうも、ココナツです。いや、皆さん、この激ヤバメダルが復刻いたしました。残り45秒以下の時、脱出速度が 18%。たった1枚のメダルで 18% 増加するというチート級メダルが、登場しましたので、まあ、こちらを使った使用編成4選やっていこうかなと思います。たった1枚でね、脱出速度 18% まで増加してくれるので、例えば、まあ、ダッシュはこのメダル1枚にお願いして、あとは攻撃力に振るのもよしというところで、いろんなね、メダル編成の幅が広がるかなと思います。ということで、まあ、いろいろ組ならやっていきましょう。どうぞ。はい、ということで、激ヤバ編成やっていきます。まあ、とりあえず残り45秒以下までは普通にやりながらね、立ち向かっていこうかなというところなんですけれども、まあ、言うて普通の時もね、強きりゃ、火力マシマシにしてあるんで、そこら辺もぜひ活かしながら頑張っていきたい所存ではある。さあ、ここは握らずに、一旦握らずにいっとけながら、これ合わせてから飛ばして、OK。で、安心ダッシュと。で、これセキルに短縮もらえる。で、これ強襲だけまた食らわないようにだけしといて、はい、食らっちゃいました。あんな気をつけてたのに。いや、回避タイミング悪くなかったと思うんだけどな、言うてもそれでも。ほんで初期旗取ってる人いない。初期旗取ってる人いない。これ入れといて、カムサリ入れてからの、これどうしよう、先飛ばすか。なんかアングル死んでんな。アングル死んでる。で、初期旗握る人がいないぞ。ロジャー多すぎて、もうみんなもう初期旗誰か行けよみたいな、その全員が全員他人任せにしてるぞ。まあこれ言うて、ちょっと体力やばいと思いきや、言うて、体力はすぐに回復することができます。かくれんぼ。はい、かましながらまた行きつつ、で、はい、そこ見てからのロジャー狩り。で、結構ロジャーミラーね、やっぱ火力欲しいなっていう時結構多々あったりしますので、そういう時に火力に振っとくと結構おすすめですよと。で、バウンドマンとルフィ系のメダルが非常に相性いいんでね、そこら辺とりあえずお宝エリアにいると火力が上がりますよというところで、さあ、こっち行きつつ、ブースト中も火力えぐいですからね。で、このロジャーの時にロジャーを狩り倒すと。こういうこと。やっぱね、火力大事っすよ、ロジャー船長。結構いらないかなとかって思ってたんだけど、まあ、これ割合だからそんな関係なくて、はい、ジャス。やっぱね、ロジャー船長火力あった方がいいかなって、僕個人としては思うんですけど、皆さんどうですか？そんなロジャー選手を軽くいらない派の人が多いのかな。これ握らせていただきながらダッシュして体力回復もらって、で、これは逃げながら、オッケーオッケー。んで、変に戦う、このレッドシャンクスに対しては別に変に戦う、一瞬で体力ゼロなんだけど。まあでも、結局、こういうことだよな。別にロジャー船長がこの1分、残り1分の段階で KO されたからといって、まあ別の焦ることなく、もう1回出せばいい。ただそれだけ。で、また45秒以下になった瞬間、このロジャー船長が覚醒するので、簡単な防水ごとですね。もう本当に意味わかんないよね。これは握りながら飛ばしてって、で、できたらこれ後ろの人にお願いしたいんで、後ろの人にお願いします。で、レッドシャンクスの方にいる方向には極力行きたくないんで、かましながらと言っときながら、どうせ強襲でしょ。危ない危ない。またそうやってすぐになんか強襲とかしちゃって、危ないんだから、あ、これ脱出速度やばいよ、こっから。めちゃくちゃ速いよ。こっから 18% ファルコンが発動するんで、もうゴリ速よ、ゴリ速。マジでゴリ速。もうここら辺お願いしますわ。ロジャーミラーなんで、ここら辺はかましながらの、どうせスキル1とか使うんで、それ合わせて飛ばして、これもう握っちゃえばこっちのもん、はいはい、いいよ。で、これもう一発ブーストきますんでね、こっちは。えぐすぎるよ、本当にえぐすぎる。で、脱出速度がかなり速いと。1.5 旗もこの通り、サク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 と。んで、これはこっちのロジャー船長来てるんで、ちょっと走りガツをしながらの、これ飛ばしてって、危ない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 、危ない、これやられるけど、これ飛ばしで間に合うか、ギリ間に合う。強すぎー。最後守ったの偉すぎー。いや、脱出速度正義を。いただきます。ということで、ファルコンとオフィサーセット組んでまいりました。で、ダブルフィンガーがお宝ゲージ 50% 以下の時に、脱出速度が 6% 増加しますよと。で、今の環境、まあ、なんか、この、50% 以下、お宝ゲージが 50% 以下のことが多かったりしますので、まあ、常日頃からダブルフィンガーが活躍しやすいのかなというような感じになっておりますと、これちょっとお宝以外出てしまうと、なかなかに厳しくて、で、まあ、言うて残りの45秒ぐらいから、ファルコンのメダルが活躍し始めますので、そこまではね、ひたすらに攻めまくって、まあ、ブースト回し続けようというところで攻めまくっていきたいと思います。やっぱこう、溜めてないこと多いからね、今、溜めてないというか、溜められないよね、本当にね。なんで、もうちょっとガンガンに攻めながら、ちょっと行きますかと。さあ、これはちょっとゾロさんを粉砕しながら、また削れるだけ削っといて、お相手さん、ちょっと、アタッカーが、ゾロ、アルベルがいるので、そんなにお宝を、こう貯めるのは難しいのではないか。これ一発くわえ、アルベルきつそう。アルベルは無敵になったらね、めちゃくちゃ強いんだけどね。あ、これはちょっと逃げながらでもわざわざ相手する必要はないんだけど、これはさすがに後ろ向き当たらない。ちょっと待って。まあわざわざ戦闘狂になる必要はないので、戦闘は普通に、きついのでちょっと離れながら、そこ当たんのそこ当たるんだ。まあ、一旦ゾロさんからは逃げます。さよなら。バイバイ。逃げます。バイバイ。これバイバイしながら、ここまでダメージ削られたとしても、旗さえ握ってしまって、取ってしまえば体力回復できますので、ロジャーさんいるな、こっち。ちょっとなのにずっと押され気味なのは、相手がちゃんと守ってる証拠ですね。これはね。あ、まあ、でもここら辺また旗握ってしまえばね、言うて体力回復できるんで。まあ、ダブルフィンガーがやっぱ常日頃から活躍しやすい環境ではある。ここかましながらの取り際一発入れて、また握りつつ、いや、それはやばい。2回一発持ってかれたか。どうしようかな。ここゾロいるね。最悪、ジャス。あ、これも握っちゃうか。だったら。で、これ一旦取り切ってまた体力回復しての、で、離れながら、ちょっとスピードダウン入れられてるのがかなりめんどくさいんですけど、まあ、こっち来ようもんだったら、またかむされで逃げて、オッケー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 。こっちまた一回攻めながら、残り、はいはい、来ましたよ。そろそろ来るよ。残り5秒。ファルコンタイム。ファルコンタイム。ファルコンタイム来るんで、その前にやられるわけにはいかなくて、ジャス一発持ってって、来ました、ファルコンタイム。で、またブースト呼べますんでね。ただ相手のが、これ2回目またブースト来ちゃうので、それがちょっとめんどくさいところであるね。できる限りロジャー船長落としていきたいところである、ここは。で、逃げながら、はい、そこから来た一発持ってって、いや、さすがに無理か。ここはロジャー船長いるから、取り際しっかりと狙ってって、与えて、無理か。これは残り、なんなら数秒だったらもう、これでちょっと残すしかないね。一発、まあ、残りあっち取られるな。向こうもそうだよね。残り数秒だったら、まあ、そうなるね。おのおのが陣形についてるな。これどうしようか。いや、一旦取って、これ A 旗も取りに行くわ。だったら。取って、相手あそこ残してるんで、A 旗、いや、待って、A 旗これ味方さん来るから大丈夫。っていうことは、こっちの方でズイーと行きながら、ファルコンメダルを活躍させるというところの作戦は全くもって叶いませんでしたが、まあまあまあ、勝ちはよし。ということで、ファルコンとカイド2種合わせて参りました。一応ゾーン系でね、3タグ揃っておりますと、まあ一応回避速度上がってるといえど、あとはまあカイドのね、タグが結局強かったりしますので、まあ、そこを生かした編成になっております。で、ロージャー船長はなんだかんだスキル1が、なかなかに大事だったりするので、まあ、敵から攻撃食らったりとか、これで旗をダッシュしたときは、スキル1がギヨーンと短縮される。うわー、ギリギリシャンクス来やがった。この旗抜けなかったときがしんどいよな。まあ、ちょっと隠れながら、こっそり旗を狙いに行きますか。あそこ、ちょっとわちゃわちゃしてるんでね。だったらちょっと違うとこ狙いに行きたいなというところで、スキル2が来るのを待ちながら、おい、来ます。さようなら。で、こっち一瞬が取りながら、ちょっと絡みながらのここ一発入れて、ジャス、1個、はい、一発入れてからの、相手これスキル溜まってないよみたいな、相手のなんか意味のわかんないフェイクを入れながらの、旗を抜いて体力回復して、スキル1も2も短縮されると。で、これは強襲しちゃあないね。ただ、まあ、このまま、別にここやり合う必要ないので、あっちの旗狙いに行きつつ、いや、強襲これ飛んでくるな。長い距離。長い距離強襲飛んでくるんで、これは痛い。まあまあ、41の条件作れれば OK よ。で、結局このスキル1が役に立つんだね。これで味方のロジャー船長も倒していくよ。あ、助けていくよ。んで、これはそこのロジャーねは、シャンはスキルがないので、一旦様子見ながら、ちょっと僕もスキル短縮、あそこ取れるでしょ。OK。スキルのこのカムスタリが溜まるのを、危ない。これでダウンさせといて、で、結局、まあ、そうなるよね。まあ、スキル1がやっぱ大事なんよな。これ、取り終わり際スキル1ぶっ放しといて、ダウンさせときは、ここの旗どうせ抜けるんで、で、ここ抜いてしまえば、カイドウで、すぐにスキル1も短縮できると。で、これは、ちょっと回復のはちょっと話違うんじゃないかな。まあ、これ何がいいかというと、カイドウを揃えとくと、タグ1でダメージカットとかも入るんですよね。そこで、じゃあ、ちょっとした耐久力も上がったりするので、まあ、回復不能とかは、すんごいきついんだけど、まあ、言うて、やっぱ、カイドウ同士合わせておくのは基地かなというような感じになります。ここはさすがに借り倒しといて、カムサリやるとすげえアングル奪われるんだよな。キットの状態でいいのかいキットくん。これ、旗握って気絶付与されちゃう。いい距離感保ってる。で、ここら辺はただ合わせながら、スキル1で、ちょ、回復のは違うよ回復のは違う。回復のは、ありがとう別にこれやる必要ない。あ、だったらそれ先に借り倒しとくわ。オッケー。で、あ、アングル死ぬすぐに。すぐにアングル死ぬんだけど。だけど、今、ファルコンで、これ、ゴリ早短縮いきます。で、これ、スキル2も1、2も短縮しながら、赤犬さん、ちょっと後ろお願いするしかない。で、あっちの初期型、ロジャーでしょ。結局、やっぱね、これ、最終的にロジャーのスキル1ある方が大事だからね。で、そこはちょっと取られるから、しゃーなしとして、ここはちょっと言うて取ります。はい、ここは握りガツを。いいよ、ここでスキル1だけ避けながらの、ダッシュして、あともう一発どっか取れればいけるよ。スキル1はやっぱ大事だね。まあ、ロジャー4ってなると、それはきついよね。話が違うよね。対戦あるのし。ということで、ちょっとメダル編成をね、変えてみて、バウンドマンとルフィローの編成でやっていこうかなと思います。で、あとファルコンと。まあ、ファルコンでね、脱出速度は補えますので、あとはルフィローとバウンドマンでどれだけ火力を出すことができるのかというところでやっていこうかなと思います。さあ、これジャス1個もらっといてからのすぐにダッシュして、ここで相手のスキルもろもろ無視してからの一発ぶち込んでからのもう次の旗狙いに行きます。変にもやり合う必要はないんでね。ただ、ゾロがいるとかなりめんどくさいというところで、お、めちゃくちゃ狙われてるやん。めちゃくちゃ狙われてるから、ちょっと一回ダッシュ入れてから逃げろ逃げろ逃げろオッケー、逃げろで、これで行ってからの、これで旗抜いてしまえば体力回復できるんで、123でしょ、どうせ。123ぐらいだけは避けてしまえば大丈夫。だったらこれは無敵1個合わせていて、はいはい、まあ、言うてこの段階でやられてもね、みたいなところありますんでね。なんか、最悪、別にやられても、また出せばいいだけだしっていう、なんか、嫌な環境だよね、本当に。これ逃げまーす。かといってやられたくはないんで逃げまーす。ここはちょっと握りガツをさせていただきながら、ちょっと旗を握らせていただけるとありがたいなと、嬉しいね。スキルに短縮もらって、しかも体力回復ももらえると。で、もう一発狙いに行きますか、次の旗。ここら辺はもう無視して、もう抜ける旗抜いてきますんでね。で、とりあえずお宝入れないにいれば火力は出せるので、まあ、そこら辺はロジャーミラーは、安心しんと。で、これガンガンに旗抜いてもブースト回し続けます。残りの、まあ、45秒になるまでね、ブースト回し続ければいいので、これ一旦ちょっと離れてあれ当たらないようにだけしといて、で、あと一発強襲だけなんで、避けながら、これは、はい、避けて、で、握ります。で、どんどんブースト回して、残りの45秒で、本当に意味のわからない脱出速度を誇っていけば勝てますんでね。はい、これ飛ばしていく。で、これまた走り続けて、で、多分これカムサリ等々打ってくると思うので、どっちが先に打つかなと、まあ、間違いなくこっちなんだけど、まあまあ、であれば逃げてしまう。あー、1個回避した。ミス。ナイス。いや、なんかステータスをさ、攻撃に振るのはいいかもしれないけど、わざわざメダルでダメージアップのルフィ系を入れる必要はないのかもしれないね、もしかしたら。だったらドフィーとか、ロー、ドレスローみたいな感じで組んどいて、で、ステータスを攻撃に振るぐらいの方がね、もしかしたらちょうどいいかもしれませんというところで、まあ、その反省点を生かしながら、まあ、果たしてこの編成はどれぐらい強いのかと。で、もうブーストがもう回ってくるっていうね。で、ここら辺はカムサリ最悪食らっちゃっても大丈夫なので、先に抜きます。強すぎる。マジで強すぎるよな。で、これも今、めちゃくちゃ脱出速度速い状況なんで、おらー！ OK、いいダメージ。素晴らしいね。ここまでダメージ与えてしまうのは結構いいんじゃないか。で、ここら辺はいいダメージ与えながら、はい、ミリ残しするタイプね。でもこれ、知ってるかい？ミリ残しで最後抜けなかった時どんだけ恥ずかしいか。結局ロジャーが死んでしまったらここ誰が抜くんだいというところでございますんでね。はいはい、これ飛ばして、こっちをやられちゃう。普通にやられちゃうけど、ロジャーがここを残したことに、あ、ごめん、普通にやられたわ。はい、ということでございますが、まあ、結局勝てましたと。まあ、そんな攻撃を振る必要ないかも。